そんな宣言いらないか。で、今日はですね、昨日は、恋愛についてお話をしてですね、男性のモテるトレーニングみたいなことをお話ししたんですが、今日はですね、もうすでにカップルの皆さんですね、あるいはこれからカップルになっていく、まあ、いい雰囲気のところにある男女、もしくは、ご夫婦の方々に向けてですね、恋愛が崩壊しないようにするために、まあ、あるいは恋仲が崩壊しないようにするために、まあ、その衝突しかけた時に、修復といいますか、それを避けていくための方法についてですね、お話をしていきます。でですね、何日前だったかな、4日くらい前のですかね、動画の中にプレゼントの話をしたと思うんですよ。男女、おとといですね、剛力彩芽さんと前澤友作さんの話をしたときに、プレゼントをしたときに、男から女、女から男、それぞれプレゼントしたときに、もしも自分が欲しいものじゃないものをもらったときの反応っていうお話したと思うんですけど、例えばですけどね、男から女の人にあげたときにっていうのは、女の人っていうのは、あ、自分の欲しいものを分かってもらえてないってことは、彼にもっともっと分かってもらえるようにアピールしなきゃっていうふうに頑張るぞって思う一方で、あ、分かってもらえてなかったんだなっていうことに対して反応としては傷つくんですね。あ、分かってくれてなかったのかっていう感じで傷ついちゃう。これはまあ女性の一般的な反応。それから一方で反対に、女性から男性プレゼントあげた時に欲しいものがもらえなかったっていうことがあったら、逆にですね、なんで俺のこと分かってるんだよてめえみたいな感じで、まあ、てめえまで言うか分かんないですけど、まあ、ちょっと怒ると怒るというような反応ですね。だから女性から男性に対して分かってなかったら男性は怒りますし、男性から女性に、女性が分かってないというふうに話したら傷つくっていうのが、まあ一般的なところなんですね。じゃあこれを避けていくためにはというところなんですが、つまりですね、怒らせてしまったりとか傷つけてしまった場合に注意しなくちゃいけないのが、よくですね、あ、ごめん、これ違ったんだよね、ごめんね、ごめんねって謝ると、これ実は逆効果なんですね。何に対して謝ってるのっていう風になってしまうんですよ。はい、謝るポイントっていうのがですね、間違ってしまってると、よりですね、なんていうんですかね、爆弾が大きく膨らんでってドーンって破裂しちゃうんですよね。あなた謝ってるけど本当に分かってくれてんの？ねえ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 みたいな感じでこう詰めてくるめんどくさい女だったりとか、いやもういいから、お前俺のこと一切分かってないから、もう今後ちょっとしばらく連絡取るのやめようぜみたいなですね、鬱陶しい男みたいなですね、になっててしまうみたいなところがあるので、じゃあそういうですね、怒らせてしまったりとか傷つけてしまった場合にはですね、どういう方法を取る方がいいのかっていうとですね、それはですね、何に対して怒ったのか、あるいは何に対して傷つけてしまったのか、まあ、怒らせてしまったのか傷つけてしまったのかっていうことをですね、きちんとその理由を聞きに行くっていうのがポイントになります。はい、なのでごめんって言っちゃったのですね、ちょっと教えてほしいんだけどっていう感じですね。今回ちょっとプレゼントが気に入らなかったみたいだったんだけど、ちょっとなんでなのか教えてもらってもいいかなっていうふうにですね、ちょっとこちらから一歩歩み寄るみたいな意味ですね。結構ちょっとあなたの欲しいプレゼント私あげれなかったんだけど、本当に欲しいものって何だったのかなっていうふうに、そしたらこうこうこうだよっていうふうにですね、教えてくれて、次回からじゃあ気をつけるねって、次からお願い頼むよみたいな感じですね。でそこで仲直りみたいなところができるんですね。ここをあえてですね、なんかちょっと言い方あえて極端に言うと、何も考えずにごめんとか申し訳なかったみたいなことを言ってしまうと、まあ、アウトですよっていうのが、話としてあります。なのでですね、そこら辺をですね、注意をしてやっていただいて、ぜひですね、爆弾が膨らまないように、もしも喧嘩とかですね、相手を怒らせたり傷つけたりみたいな、あるいは喧嘩をしてしまった時には、謝るっていうのを最後ですね、何かというと、いしょっぱな謝ってしまうと、どのポイントで謝っているのっていうふうに逆につつかれてしまいますんで、そうではなくて、なぜ怒ってるのと、なんで傷つけてしまったのって、それを教えてほしいというふうにですね、歩み寄っていくと、仲直りもより早くなります。そして仲直りを、の一方をその聞くっていうことをやった後に、そうだったのか気づかなくてごめんね、ここで初めて謝るっていうのが出てくるんですね。はい、なので順番を聞く、謝る、これをですね、守っていただくと、喧嘩もですね、より早く、そして円満に解決する方向に、近づいていくと
というところですので、ぜひですね、実践していただけたらなというふうに思います。まあ一番ですね、喧嘩しないのがいいのかなというふうに思うんですけれども、やっぱり特に夫婦になっていくにつれて、お互いの意見とかっていうのは出てくるかと思いますから、喧嘩は最低限必要なことではあるんですけれども、万が一しまった時に、喧嘩がよりですね、泥沼にはまっていかないためにも、聞く、謝るっていうですね、順番が大事なんだっていうことですね、覚えておいていただけたらなというふうに思います。それでは、本日は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。